あやつがわしの父、陣八の道場に来たのは、まだ年はもいかぬ少女の頃じゃった。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまりライバル。武道とは、真意ともに己を追い込む孤独な世界。和美は次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子の和也も生まれ、わしらは幸せじゃった。特に和美は、和也のことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、和美が突然倒れおった。和美は信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、和美。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がった和美は前日の出来事を覚えておらず、いつも通りの和美であった。それはまるで人格を二つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日。貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている。故に今死を与えるのだ。カズミ、やめ。まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しておる。その使命を今果たす。
様のせいで母さんは。生まれ変わって出直してこい。